お願いします。いでやす。小倉です。はい、いでやす。そうです。弁護士さんにもろもろ相談をしてきました。弁護士さん、顧問、弁護士さんと顧問契約を結びました。はいはいはい、帰ってきました。はい、じゃあ、9時、今日はですね、弁護士さんと顧問契約を結んでまいりました。ありがとうございます。頭使ってへんけど、自分のリソースをどこに割くか、自分のこの限られた命を何に使うか、時間を何に使うか、これを考えないとね、これを考えて判断していかないとダメだなとすごく思っている。で、会社の代表として何をやるべきかっていうところを教えてくれ。調べます。そして決めます。会社やるって大変や、大変っすわ。一人でやるやったら、まあまだあれやけど、まあ人と一緒にやってるんで、そこはちゃんとやる必要がある。間違いない。で、その財務とか、給料とか、契約とか、そこちゃんとやらなあかんわ。今日はさすがにジム行けない。人が少ないやつ、うん、だからすごい希少価値が高くて、うん、他のコーチングも、どうも、最高の一日でした。本当、人生は素晴らしい。一人一人が自由に、心から自由に生き生きと生きる。自分の命と心と体がつながって、一人一人が生き生きと自由に生きる、そんな世界を、そんな世界でありたい。なんかそんな、そういう態度で生きる、自然とそういう態度で生きることができる、そんな人間になりたいと思ってます。では、おやすみなさい。大丈夫です。はい、8月6日火曜日、行ってきます。ヒッチハイカーに出会いました。イエイ。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、ヒッチハイカー、はい、2人目出会いました。はい、どうもです。頑張ってください。どこまで行くんですか？あ、僕九州の方まで行こうかなと思って、で、途中途中でこう靴磨いたりして、自分でこう稼いでそれで食っていきたいなって思ってます。素晴らしい、はい、応援してます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。はい、帰ってきました。はい、こんにちは。アウェイクジム統括マネージャーの曽我と申します。今年でパーソナルトレーナー歴17年目で、もともとライザップの大阪の立ち上げメンバーとして従事させてもらいました。私はもともと海上自衛隊にいて、そこから栄養士と柔道整復師とでパーソナルトレーナーの資格を取って今に至ります。どこ行っても痩せれなかった人がここだったら絶対に痩せれるんで、ぜひ一度無料体験に来てください。お願いします。もうすごいトレーナーさんなんで、体変えたい人、大阪で体変えたい人、ぜひアウェイクジムにどうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。
つもの銭湯が閉まったのでタクシーで銭湯に行くという、どうしても疲れを取りたい、その一心で。はい、僕たち疲れてます。シャグ、最初はグッチョキ、はい、あーせーの、最初はグッチョキ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そういうやり方じゃなくて、これありがとうございました。頑張りましょう。はい、帰ってきました。はい、もうね、ぶっちゃけ言うとですね、最近死ぬほど忙しい、忙しい、忙しいです。そして、死ぬほど疲れてます、僕は。ぶっちゃけ言うと、疲れてる。忙しすぎる。でも、自分が作っている環境だし、自分が作ってる、今の状況は。そして、その忙しいって言ってる、今の状況は、もっと、楽しむことができる。楽しんでるけど、と思ってる。で、そこで得た、知見というか体験。いや、まあ、僕の思想や行動を YouTube を通してシェア、共有することでいい影響を与えることができたらいいなと思ってます、僕は。なので、頑張れるし、それが、まあ、楽しいなというのを今日同期と話して思いました。ありがとう。もっと楽しむっていうこと、楽しむっていうことをね、忘れちゃいけない。楽しくハッピーに、生き生きと、めっちゃ楽しく、そんな毎日を、作ります！イエス！誰でも作れる。ってことで、ジム行きます。はい。で、まあ、ルーティン動画を毎週毎週上げてるんですが、まあ、ルーティン動画の他にもコンテンツの動画を少しずつ上げていきたいなと思ってます。そして僕は今27歳ですと。で、このアキオブログを通して、まあ僕ですね。私、アキオ自身が成長していく様を見せれたら、見せたいと思ってます。僕自身の進化をこのチャンネルを通して発信していけたらなと思ってます。そして、それで、見ていただいているあなたの進化も一緒にチャンネルを通して作っていけたら最高やなと思ってます。で、見ていただいている方だけじゃない、もっと多くの方、世界の進化、世界を変える、そんなことがやりたいですね。本当にやりたい。世界をトランスフォームする、世界を変える、そんな生き方をします。それをこのチャンネルを通して、そして僕の会社を通して実現したい、そう本気でそう思ってます。一緒にこのチャンネルを通して、このチャンネルに関わってくださっている方と一緒に進化を作っていければいいなと、本当にそう思ってます。可能性しかない。ってことで、ジム行きます。僕だけじゃなくて、僕が会社のメンバーと一緒に、会社を通してどう自己実現、社会貢献していくかみたいなところの発信もどんどんやっていきたいと思ってます。はい、最高やな、風呂。最高。行ってきます。Hey Siri。7時10分にアラームセットして。アラームを19時10分にセットしました。はい、僕のコーチにコーチングをしてもらいました。7時半から9時まで。
コーチングすごいっすわ、マジで。今日もこんだけ書きましたが、学び気づきが多すぎる。そしてやっぱり自分の可能性に、自分には可能性がある、自分には可能性があって、もっと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 進化していきたい、そう思います。で、僕の進化によって僕のクライアントさんも進化する、そんな関わりが持てれば、そんな関わりを持ちたいと願ってます。はい、今週も最高の1週間でした。明日からお盆休み、最高の休みにします。ワクワクが止まらん。